久保さん、今回、立川男子にしましょうか。これ、あの、落語家の人なのかなまあ、ちょっとね、なんか、YouTube で、名言集みたいなね。なんか、その、立川男子さんの、あの、人生とは、みたいなね。なんか、その、音声があって聞いてたんですけど、人生とは、暇つぶしだよ、と。<laughs> で、僕は立川男子さんの、僕知らなかった。まあ、なんかね、ちょっと見たことあるなぁとは思ったんですけど、別に、ま、落語に興味ないので、あれなんですけど、 まあその立川談志さんが言ってたのが人生に意味はない暇つぶしだということが分かった分かることが大事だとしあのそれを認識することが大事だとみたいなことをちょっとねぼそっと言ってたんですよそうだからそのなんか暇つぶしっていうなんかよくなんか一般的にはなんだろうなうん深くないと思うんですよね 何言ってんのみたいな。人生とは暇つぶしだと。だピンとこないじゃないですか。だけど、その、なんだろうな。まあ、こっちもピンとこないかもしれないですけど、これを知ることが大事だと。まあ、これ、億万長者合宿でもね、久保さんが言ってたと思うんですけど、なんだっけな。あの、できないことを知るだったかな。うん、なんだろう。な、なんか言ってたんですよ、久保さんが。ちょっと忘れましたけど。<laughs> なんか、 まあそんな感じですね。己を知る,知るというか、どういう言葉だったかな。まあそれに精通するかなと思うんですよね、うん。暇つぶしであることを、人生に今ない暇つぶしだと。それを知ってるか知らないかっていうのは重要であると。これね、すげえ僕は深いと思うんですよね。めちゃくちゃ。うーん。なんかもう、生きてる意味って、本当僕僕もそうなんですけど、生きてる、いろいろ勉強していろんな体験をして思って、 あのいろいろ考えて行き着いた答えがあの意味なしですね。意味なし <laughs>。なんかかっこいい言葉にまとめると志とか使命とか役目とかなんかそういう言葉ありますけどそれはあくまでも立てつけであって生きてる意味なんかないと地球さんから見たら人間ほど地球をぶっ壊す生き物はないので最悪の生き物なんで最悪の動物ですよ。どんなきれい事言ったとしても うーん、ゴミ出すじゃないですか。ゴミを出さない生活って無理だと思いますよ。だってプラスチックの容器に入ってるし、すべてなんか容器に入ってるじゃないですか <laughs>。買い物したらゴミ出るしねそ。じゃあそのゴミどうしてるんですかと。じゃあ100%リサイクルできるのか。じゃリサイクルするときの、あの、加熱 <laughs> 燃料とか <laughs>。もう細かいこと言ったらね、結局あれなんですよね <laughs>。だからまあ、 人間っていうのはもう最悪の生き物だと。地球、地球というね、美しいあの星から見たら、どんなに綺麗事言ったとしても、人間っつうのは最低の生き物だっていう、僕は、まあ、あの、そういう考え方なんですけど。じゃあ、その最低な生き物っていうことを認識した上で、じゃあ、最低な生き物なりに何ができるのかなっていう。<laughs> うん、それは自分のあの生きていく、 意味はないけど、どういう意味付けをするのか。うん、まあ、それが大事なんじゃないかなと思います。うん、まあ、億万長者合宿でね、お金稼ぎましょうっていう話をずっとしてますし、お金大事だよねって話してますけど、別に稼げ、稼ぎたくないんだったら、やらないんだったらやらなくていいんじゃないかっていうね。<laughs> まあ、これはもう極論ですけどね。まあ、やれっては言い続けますけどね。 <laughs> やれってのは言い続けるんですけど、もう好きに生きろと <laughs>。ただ、一つ事実があるとするならば、お金の苦労はするよと。うん、今、貯金がね、100億円とかね、わかんないですけど、5億とか3億、3億ぐらいあったら、まあ、なんとかいけますからね。障害賃金3億ですから。まあ、その余剰資金というか、資金量が、総資産がないんだったら、絶対必要じゃないですか。だってお金なくなってくんで、絶対使ってくし。だその事実も、 知るべきだし <laughs> だからその知った上でどうすんのかですよねうんそう。お金は必要っていうことを知った上でどうすんのと。生きる意味はないよっていうのを知った上でどうすんのと。何すんの自分っていう。うんあなたは意志を持ってこの世に生まれましたかそもそも。おぎゃーって言ってね。 生まれた意志、なんかこの地球っていう星に俺は生まれて、こういう使命を持って生まれたんだっていうね、ちっちゃい、なんか生後 1, 1, 1歳とかで、まあ、言葉喋れるようになった瞬間に、いや、俺はこのために生まれてきたんだ。いないでしょ。<laughs> いないでしょ。<laughs> ただ生死とね、卵子が受精しただけの話ですから。それを神秘的に言うならば、何億分の確率でどうのこうのとかね、愛の結晶とかね、まあ、いろんな言葉でまとめられますけども、 欲あのー、性欲の結晶です <laughs>。<laughs> 性欲の結晶、もしくは子供が欲しいというエゴの結晶です、ただの <laughs>。ね。すげえ身も蓋もないですけどね <laughs>。あとは DNA レベルで言うならば、あのー、子孫、あ、うん、うん、祖,、うん、祖先、あのー、を、DNA を存続させるっていうね。 もう本当に究極論言ってしまうと子供を作る理由 DNA を継承するっていうねもうそんな感じですからうんでもそこに DNA を継承して何何の意味があるのかっていうと別に意味はないと思うんですよね特に <laughs> ねうんだからはっきり今も,もうもう極論ですけど地球っていう星でね 動物とか人間がいなくなったとしても地球は存続できるじゃないですか。地球っていう星は <laughs>。どうですかね。うーん。星は存続しますよね。動物がいなくなったら、人間がいなくなったら地球が崩壊するんですか。いや、逆に全部いなくなった方が地球きれいなんじゃないかなと思いますけどね。 まあこれはねパラドックスですね <laughs> 世の中のパラドックスですよ宇宙のパラドックスです誰がこ,うこんな神々の遊びを考えたのか分かんないですけどね <laughs> 神々のだからこの僕はこれはもう都市伝説系に入っちゃいますけど動物とかその生命を作ったっていうのは神々の遊びだなと <laughs> 神々の人生ゲーム かなっていう <laughs> なぜこのパラドックスを作ったのかっていうねう、うん、まあどんなことを考えたとしてもまあ知るってことが大事ですね知ってどうするかっていううんだからこの立川談志さんはやっぱいろいろやっぱ,やっぱかめちゃめちゃいろんなことを考えたりとかいろいろまあ落語の世界で多分すげえ有名なめちゃくちゃ有名な人だと思いますけどうん なんかすごい賞とかも受賞してんじゃないですかね。うん。そう。だからまあいろんな葛藤だったりとかいろんなことを経験、体験して他の人が考えないようなことだったりとか体験してきて家元ってやつですか、これ。家元なんてすごいですよね。そこに生まれたら大変ですよね。まあ、家元っていう意味もよくわかんないですけど。 壮絶ななななな人人が経験しいいような人生だったんじゃないかなとで、そこの答えが、人生暇潰しっていうね <laughs>。やっぱね、いいっすね。ぶち抜いた人の言うのは面白いっすね。生、う、き、ん、切るとそうなっちゃいますよ <laughs>。でも本当ね、知るってこと大事っすね。うん。己を知るっていう。